ということが1回目が、塚原の屈伸ねじですね。そうするとね、1回目かも分かりませんね、はい、今のは、はい、さあ画面変わって今度は瀬尾京子。この人も朝日生命体操クラブ中学3年生、世界選手権でも大活躍を見せました瀬尾京子の段違い平行棒。この人は難度高いものいろいろあるでしょう。はい、この逆車輪がそうですね、はい、D 難度、そして家がちょっと足かきましたね。バータッチですね、はい、今度はトカチェ、トカチェ、これもいいですね。これ最後はムーンサルト、ムーンサルトですね、はい、そうです。説明宙返りより後方宙返り、2回宙返りで1回ひねりました。この瀬尾選手は非常にあの筋力ありますんでね、はい、あの割と失敗少ないんですがね、安心して見られる選手の一人ですね。これは逆車輪ですね、はい、なかなかこの技ができないんですよね。ここから1回2分の1ひねりですね。そして家が宙返り入ってます。あ、これ右足がそうですね、はい、あの上のバーにちょっと立ちましたね。さ、先ほどの篠田美穂の段違い平行棒の得点は 9.60。 この瀬尾京子、この選手も初めて世界選手権のメンバー、ロッテルダムに行って、結果的にはあの日本選手の中では最も高い個人総合32位に入って、そうでしたね、篠田選手を上回ったんですね、はい、篠田選手がちょっと跳馬でおかしくなりましてね、はい、まあ、この朝日生命体操クラブの中では篠田、工藤、三沢と、2、3年前まではトリオ、トリオと言われたんですが、その、同期生の瀬尾京子、この選手がぐっと伸びてきました。そうですね、力的にどうですか。はい、やはりね、非常に力があるんですね、はい、そして新しい技をどんどん覚えてきますのでね、はい、やはりこれからもちろん女子としての優雅さも出さないといかんわけですけども、やはり技が優先になりますのでね、はい、高度な技を身につけなくてはいけないと思います、